久保さん。あのー、マイナス再生って確かにないですね。YouTube でマイナス再生っていう表示がないですからね。でもゼロ再生はありますね。ちょっとゼロ再生にしましょうか。ゼロ再生の動画って意味ありますかないですかどっちですかゼロ再生の動画って意味がありますかないですかどっちですかま、ああのー、お金を稼ぐというところ。 じゃあ、それでアクセス、あの集客ができるのか、えー、広告収入がつくのか、まあ、その可能性はゼロですよね、ゼロ再生なんで。なんで、ゼロ再生だったら、みんなそこに落胆するんですよ。でも僕はゼロ再生でも、なんだ、うんやい、なんだ、やる意味はあると思うんですね。で、なんでそれやる意味があるかっていうと、結局その、なんだろうな、自分の今日のスキルが、あ 1>, 1個上がったわけじゃないですか。1個やったってことは。うん。確かに表面上ではゼロかもしれない。YouTube の再生数に関してはゼロかもしれない。でも今日やったという自分のエビデンス。今日やったという自分の行動に足跡がつきますよね。で、結局その積み上げでスキルアップってするんで <laughs>。今日やらずにして、どうやってスキルアップするんですかお聞きしたいんですけど。今日やらずして、どうやってスキルアップするんですか なんか1ヶ月後なんかポポってやったら1ヶ月後いきなりなんかスーパーワンみたいに稼げるようになるんですか申し上げますね。1ヶ月後に始めて、ね、いや、ゼロ再生だから言うてね。1ヶ月後にいきなり始めていきなり100万人とかチャンネル登録あるんですか手越優太ですか <laughs>、ね、手あなたは手越ですかみたいなね。一発の動画で1000万回回すわね。記者会見みたいなね。まあ一般ピーポーがね、チャンネル登録解説してね。 一発目の動画にね、100万回回すのはね、まず不可能ですよ。まあ広告かけるんだったら別ですけど、それはもうお金の力で分回していくんだったら別ですけど、無料で100万回回すって、まあ、なくはないけどないですね。うん。<laughs> 一般人が。どこの誰でもわかんないやつがいきなり YouTube やって、一発目で当てる大ホームラン、ミリオン出す。まあ、無理でしょうね。 まあだからゼロ再生に対して、まあどういう意味をあなたがつけられるのかっていうのが結構大事かなと思いますね。まあ実際にね、僕ゼロ再生ね、ゼロ再生の動画多分1000本ぐらいありますよ。多分、ゼロ再生の動画1000本ぐらい。まあ後々使いますけどね、まあ、ゼロ再生を、ゼロ再生を活用する方法もあるんで。まあそれは押してないですけど。 ゼロ再生を活用する方法。ゼロ再生を売り上げにつなげる方法は僕は知ってるんで、だからやります。まあ、結局は <laughs>。結局はゼロ再生でも1再生でもとり,とりあえずやって、あとはそこにスキルがつけばね、アイディアだったりとか経験値がつけば、ゼロ再生でもこれ使い方で稼げるなってなるんですよ。もしあなたがゼロ再生で売り上げを上げるその方法が、 見当たらないんだったら、うーん、なんだろうな、まあ経験値不足ですね。まあこれは一定の条件はありますよ。リストがゼロ顧客,もあ顧客ゼロでゼロ再生だったらちょっと使えないですけども、顧客がいます。 リストがある状態でゼロ再生の動画をいっぱい作ってもお金を作ることはできます。リストがあるんだったらね。ただそのリストが1名しかいませんとかだったらちょっと難しいかもしれないですけどね。ある一定ですね。あ,いやある一定ってどれくらいかっていうと、100リストくらいは欲しいですね。最低でも。100リストあれば0再生でも、えー、売り上げは作れます。プロモーション組んで売り上げ作れます。僕自信ありますよ。100リストでも。 やり方も、あののそのプロモーションのやり方も一瞬で組めます。ゼロ再生の動画をどう作るのかっていう。ただ、その100リストが、前提条件として、その100リストも、なんかそのどっかから拾ってきたリストじゃなくて、ちゃんと自分で、えー、関係性があるリストですよ。うん。それだったら、まあ、間違いなく売り上げ作れますね。ゼロ再生の動画を使って。 セールスレターでどうやってそのゼロ再生を使うのかって話ですね。コピーライティングで。うんまあ、とりあえず、まあ、ゼロ再生でもどういう意味付けするのかが全てじゃないですかね。僕はゼロ再生でもいろんな意味付けができるし、使い方も使えるし。うん。だから、久保さんもゼロ再生でも稼げるんじゃないですか。リストがあるんで、今。ゼロ再生の動画が仮にあったとしても、稼げますよ。それを使えば。うん。 まあよく言ってることが伝わらないかもしれないですけどね言ってらっしゃい。